俺、この人と再婚するから。私と離婚して3日後、元夫は再婚相手の女を連れて、わざわざ私の実家で待ち伏せをし、報告してきた。私の悔しがる顔が見たかったのだろう。元夫は勝ち誇ったように目をキラキラさせながら。見ての通り、こいつはめちゃくちゃ美人だ。優しいし穏やかな性格だし、お父様が社長をされているらしく、社長令嬢で家柄も立派、最高の嫁なんだよ。と自慢してきた。元夫の再婚相手のことなんて心底どうでもよかったが、元嫁の実家までのこのこついてくる女とはどんな人なのだろうと顔を覗いてみた。するとその女も深くかぶっていた帽子を少し上げたため、私とばっちり目が合った。私は見覚えのあるその顔に驚き、一瞬固まってしまったが、すぐに腹を抱え大爆笑した。私は IT 関係の仕事をしている40歳の立花愛理。夫の大成も同い年だ。大成とは高校からの腐れ縁だ。高校3年生の頃、私と大成は同じクラスだった。大成は明るくお調子者で、文化祭や体育祭では決まって何か役割をしているようなタイプだった。さらにはサッカー部の主将も務めており、男の子からも女の子からも人気者だった。一方の私は率先して行事ごとに参加するタイプでもないし、本を読んだりするのが趣味な内気な性格のため、大成とは真逆のタイプだった。そんな私たちは交わることがないと思っていたのだが、進学した大学がたまたま同じで、学部も同じだった。彼は、立花さんだよね。同じ大学だった。家は近くなの？どこの学部？友達はできた？と質問攻めしてきた。男友達なんてできたことがない私は、そんな彼に圧倒され、黙り込んでしまった。それでも夫は私に話しかけることはやめなかったので、次第に私も会話ができるようになり、いつの間にか打ち解けていた。大成は昔からどこか抜けているところがあった。例えば、俺、スカウトされたんだ。それで、事務所に入ろうと思う。なんて言い出したので、私が大成が手にしていた名刺を見ると、なんとも怪しげな事務所で。この事務所、どれだけ検索しても出てこないんだけど、本当に大丈夫なの？と聞くと、大丈夫だろう。でも、入会金が50万って言われてて、お金がなくて困っているんだよな。なんて言い出し、わかりやすい詐欺に引っかかりそうな時もあった。真面目な私はそんな彼を放っておけず、なんだかんだ世話を焼いているうちに、俺はしっかり者の愛理がいないと生きていけないんだ。と言われ、私もこの人を放っておけないと思い始め、交際することになったのだ。いざ付き合ってみると、やる気だけは人一倍なのだが、どこか空回りしてしまう彼を可愛いと思うようになっていった。母性本能がくすぐられていたのかもしれない。その後、二人揃って大学を無事に卒業し、お互い別々の会社に就職したのだが、姉御肌の私と弟気質の大成。気があったのか、私たちの交際は順調で、そのまま流れで結婚することになった。私たちは幸せだった。夫も真面目に働いていたし、家事もそれなりに手伝ってくれて、仲良くしていた。そんな幸せ絶頂の中、新たな吉報が。私の妊娠が発覚したのだ。私の妊娠をきっかけに、夫も少しは男らしく頼もしくなると期待していたのだが。ご飯まだ？ちょっと、つわりがしんどくて、今日は何か出前でもいいかな。出前かよ。
気持ち悪いのが落ち着くまで待ってるから、飯作ってくれよ。と言い、妊婦の私を気にかける素振りは全く感じられなかった。さらには妊娠し、少しずつお腹が大きくなり始めた私に、お前ほんと太ったな。力士みたいだぞ。と、デリカシーゼロの発言をしてくることもしばしば。そんな夫に対して、たびたびイライラしていた私だったが、これから生まれてくる子供のためにも、実家に帰ったりして、息抜きをしながら、ストレスをためないように気をつけていた。こうして、長い妊娠期間を乗り越え、私は無事に女の子を出産した。つむぎと名付けた。初めての育児はわからないことや、大変なことも多かったが、娘と夫と過ごす時間はとても幸せだった。娘が生まれ1年が経ち、育休が終わったので職場に復帰した。もともとはフルタイムで働いていたのだが、育児と仕事の両立が体力的にも精神的にも思っていたよりきつかった。結局夫と同僚に相談をし、時短勤務へと変更した。私が時短勤務となったことで、夫のだらしない性格はさらにエスカレートした。お風呂まだ？お風呂くらい自分で沸かしてよ。いいじゃん。お前は時短なんだから。暇な時間ができただろ？とか。私がご飯の準備をしていると、娘が突然泣き出したので。ねえ、大勢、今火をつけてて手が離せないから、紬を見てあげて。おむつも変えてあげて。と言うと。え？無理無理。おむつなんて絶対に変えられないわ。鼻もげるし。なんて言い出す始末。ワンオペの日々は辛かったが、正直その状況に慣れてしまっており、いつの間にか8年の月日が流れた。娘も8歳となり、あまり手がかからなくなったので、これからはより一層仕事に精を出し、頑張っていこうと思っていた矢先。突然夫が、俺仕事辞めてくるわ。と言い出したのだ。え？やっと娘も大きくなって、これからだという時に、突然何を言い出すの？俺はもっとビッグになりたいんだよ。平凡のサラリーマンのままじゃ嫌だ。なんて言い出す。夫は時々、周りがびっくりしてしまうほどの変な行動に駆られることがあり、私はそれを勝手に発作と呼んでいる。突然仕事を辞めるなんて言い出したのは、またいつものおかしな発作か、と思いしばらく見守っていたのだが、一向に転職したい熱は収まらないようだった。結局そのまま私に対して何の相談もなく。転職先を見つけたから仕事を辞めてきた。二日後から新しい会社で働くよ。と言ってきた。また怪しいものに手をつけようとしているなら止めようと思っていたが、その会社を調べてみるときちんとした会社のようだったので安心していた。しかし新しい会社に入ってから夫の発作はさらにエスカレートした。今の会社の社長は30代で若いんだ。いつか俺が社長の座を奪ってやると言い出したり、これから俺は社長になる男だ、俺を敬えと言い出したり、私と娘はそんな夫に呆れ返っていた。それだけならまだ良かったのだが、夫の言動や態度はどんどんひどいものに変わっていった。なんかお前年食ったな。会社の子たちはみんな若くて可愛いのに。は？あんたも年を取ったでしょ？誰だってみんな年を取るのだから仕方ないでしょ？そうだけど、もっとおしゃれに気を使ってくれよ。ほら、この人とかさ、子供二人もいるんだってさ。なのにこの美貌。そう言って夫が見せてきたのは、今話題のインスタグラマーの写真だった。そんな人と比べられても困る。それに自分で言うのもなんだが、子供を産んで40歳になったが小綺麗にしている方だと思う。家事も育児もすべてを押し付けておいて、自分は若い子、可愛い子って本当に呆れてしまう。そんな中、夫は仕事が忙しくなったのか、残業も増え始め、なかなか家に帰ってこなくなった。
最近、帰りが遅いのね。そうか？いつも通りだろ。いや、明らかに帰る時間が遅い。それに、なぜか火曜と金曜だけ、決まって22時を回らないと帰ってこないのだ。なんでいつも火曜と金曜だけ遅いの？そう聞くと夫は突然早口になり始め。プロジェクトだよ。火曜と金曜だけプロジェクトの打ち合わせがあるんだよ。なんだよ、疑ってんのか？強い口調に変わった。かなり動揺しているようだった。そう、わかった。とだけ告げると夫は胸をなで下ろすようにほっとした表情を見せた。怪しい。付き合っている頃からいつもそうだ。嘘をついている時や、後ろめたいことがあると決まって早口になり怒り出すのだ。夫の態度はわかりやすい。そう思った私は早速行動に出た。まず夫がお風呂に入っている間にスマホを見た。パスワードには心当たりがあった。車のナンバーも昔の携帯のパスワードもすべて4649にしているんだと言っていたことがある。ちなみによろしくという意味だそうだ。アホさ加減が実に夫らしい。4649を入れてみると、ロックは解除された。やっぱり。こうしてスマホの中身を見てみると、そこにはびっしり浮気の証拠が。LINE では、今週も金曜空いてますよ。嬉しい。早く会いたい。そんなに会っていて奥さん大丈夫ですか？あいつバカだから気がつかないよ。全然大丈夫。といった内容が見つかった。他にもカメラフォルダには二人で仲睦まじい写真もたくさん保存されていた。相手は会社の後輩のようだった。怒りで震える手を抑えながら、すべての証拠を私のスマホに転送した。証拠がたくさん集まり、私はとうとう夫に離婚を突きつけた。最初はかなり動揺しながら否定を繰り返していたが、私は証拠を見せつけると夫は顔面蒼白になり、言い逃れできない状態となった。悪かったよ。離婚だけはやめてくれ。私と離婚したいから、態度も冷たくなって、浮気なんてしたんじゃないの？違うんだ。ちょっとした出来心だよ。俺はお前とも紬とも離れたくない。お願いだ。私を裏切った夫が憎く、許せない気持ちでいっぱいだったが、当時8歳だった娘のことを思うと、離婚を決断できなかった。結局相手の女には慰謝料として70万を要求し、一括で支払ってもらうことと、今後その女との連絡は一切打ち切ることを条件に離婚を踏みとどまることにした。その女は滞りなく一括で支払ってきた。不倫関係となってしまった夫が同じ会社にいるのが気まずかったのか、会社は自主退職したらしい。夫は半年ほどはかなり反省しているような素振りを見せていたが、一年も経てば以前と変わらず私を罵るようになった。私自身不倫もされ、ずっと私のことを罵り続ける夫のことを許すことができず、夫への気持ちは完全に冷めていった。それでも私たちが離婚しなかったのは大切な娘がいたからだ。夫も娘のことだけは大切に思ってくれているようだった。何度離婚の話を切り出しても、ずっと拒否を続けていた夫。だが、一週間前、夫の方から離婚を切り出してきた。離婚してきてくれ。え？やっと決心ができた。離婚しよう。確かに私たちの夫婦関係はずっといいものではなかったけど、ずっと離婚を拒否してたくせに、なんで今更。離婚したくなかったわけではない。純粋に疑問だったのだ。私も離婚するのが二人にとって最善だと思っていた。だが夫は離婚を拒否していたし、今まで何度も離婚するタイミングはあったのに、なんで今と気になった。お前のせいだ。俺が昔浮気してから、お前の態度は変わった。それから何年経っても俺を許してくれなかった。だからもう嫌になったんだ。夫は離婚の原因は私にあると言い出した。確かにあの日からずっと夫を許せなかった。だが、私が許せないのは浮気だけが理由じゃない。
浮気のことは確かに未だに許せない。でもそこじゃなくて、その後もあなたは私を罵り続けたよね。そこに怒ってたんだけど。違う。俺がお前にひどいことを言うのはお前のためだ。家事も女なんだからきちんとしないといけない。美貌も女なんだから保たないといけない。その努力をお前が怠るから。俺は注意してあげてたんだ。だから離婚するんだ。俺のせいじゃない。夫のこの発言から、やはり夫は自分が悪いなんて思っていないのだと確信した。女だからとかそういう考えが嫌なのに。私はそんな夫に何度もあなたにも責任があると伝えたが、聞く耳を持たない。挙句の果てには、原因は俺じゃない。わかったな。だから慰謝料とか、財産分与とかしないからな。肝に銘じておけよ。と、念押しされた。ああ、そういうことか。夫はどうしても自分が優位に離婚がしたいようで、必要に離婚の原因は私にあると言いたいようだ。こんなことを言い出す夫は何かおかしい。どうせまた不倫でもしていたのだろうと、とっさに思ってしまった。何せ夫はわかりやすい。またあの時と同じで、早口で苛立ちを見せ始める。今までの私なら、夫を突き詰め、夫が突然離婚と言い出した原因を探っただろう。だけど私にはもうそこまでするほど、夫に対して興味はなかった。そう、わかったわ。離婚しましょう。あなたの言う通り、慰謝料も財産分与もいらないわ。娘の親権だけは譲らないから。ああ、わかった。それでいい。あんなにも娘が大切と言ってたくせに、そんなものかと心底呆れた。それからはすぐに離婚の手続きをし、無事離婚が成立した。私は娘を連れ、実家に帰り、両親と暮らすこととなった。娘も離婚に反対することはなく、私についていきたいと言い。パパは家にずっといないし、ママにひどいこと言うし、離れ離れになってもいいと思う。ママに笑顔でいてほしいの。と、優しい言葉を伝えてくれた。これからは娘と私の両親と新しい生活をスタートさせようと思っていたのだが、離婚して3日後、早速出花をくじかれる出来事が起こる。ある日仕事を終え実家に帰ると、家の前に大成と黒髪ロングの女の人が見えた。女の人は深く帽子をかぶっており、顔はあまり見えなかった。嫌な予感がする。できることなら無視したかった。だが実家の前ということもあり、このまま放っておくわけにはいかない。私が二人に近づくと、大成はニヤニヤした顔でこちらにやってきた。何の用？恐る恐る夫に尋ねる。この女性と再婚したんだ。勝ち誇ったように目をキラキラさせながら報告してきた。離婚して3日後に再婚？私との結婚期間中と時期が絶対被っていただろう。しかもそれをわざわざ声高々に報告しに来るなんて、一体どういう神経をしているのか。また夫の変な発作が始まっているのか、そう思うと嫌気がさす。私は露骨に嫌な顔をしているつもりだったのだが、大成は自分の話に夢中なのか、そんな私に気づいていないようで、頼んでもいないのに再婚相手の女性についてペラペラと話し始めた。見ての通り、こいつはめちゃくちゃ美人だ。優しいし穏やかな性格だし、お父様が社長されているらしく、社長令嬢で家柄も立派、最高の嫁なんだよ。と自慢してくる。私は大成の再婚相手のことなんて心底どうでもよかったが、元嫁の実家までのこのこついてくる女とはどんな人なのだろうと顔を覗いてみた。するとその女も、深く被っていた帽子を少し上げたため、私とばっちり目が合った。私は見覚えのあるその顔に驚き、一瞬固まった。女は私の顔を見ると、どんどん顔が真っ青になっていく。私は思わずお腹を抱え大爆笑してしまった。本当にやめてよ。面白すぎる。何笑ってんだよ。だって、その女のこと、私はよく知っているから。あんたが言っていた都合のいいかもって、大成のことだったんだね。
そう言うと大勢はのんきに。かも。なんだ、お前ら知り合いだったのか。世間って狭いな。なんて感心している。しかしその女は私を見るなり逃げ出そうとし始めた。ちょっと大勢くん、体調が悪くなってきたからそろそろ帰っていいかな。いても立ってもいられないのか。今すぐにこの場を立ち去ろうとするその女の名前はのりこだ。しかしそんなのりこを大勢は止める。のりこ、急にどうしたんだよ。愛理と知り合いだったなんて俺知らなかったよ。と、ヘラヘラ笑っている。のりこは大勢の腕を揺すりながら、もうやめよ、ね、帰った方がいいって。と、大勢を止めるのだが、元夫は帰る気配が全くない。どういう知り合い？どういう知り合いなんだ？と、私に尋ねてきたので、説明してあげた。実はのりこは私の会社で働いていた元同僚だ。かれこれ7年間一緒に働いていた。私がのりことの関係を説明している間、のりこはかなり動揺しているようで、気が気ではないようだった。しかし大勢はそんなのりこに気づくことなく、彼女がいかに完璧な女性かを私に話してくる。大勢はのりこのことを29歳の美人で有名な賢い大学を出ている。私よりも穏やかな性格で優しいと、さらには料理も上手で、社長令嬢で最高の嫁だと繰り返し言っている。お前と離婚してよかったわ。なんだか俺ばかり幸せになっちゃってごめんな。と、嫌味たっぷりに言う大勢。へえ、素敵な女性ね。一応共感はしてあげたが、私はにやけが止まらない。大勢は私が泣きもせず、悔しがりもせずににやけているところを見ていだらじゃ、苛立ち始めた。お前さっきから何笑ってんだよ。もっと悔しがれよ。泣きわめけよ。それともあれか、俺の再婚相手があまりに完璧だからって、言葉も出ないってやつか？ああ、なるほど。わざわざ私に再婚相手を見せつけに来たのは、私が悔しがる顔でも見たかったのだろうと悟った。だが私は何も羨ましくもなければ悔しくもない。離婚した元夫に何の感情もないし、どこで誰と再婚しようがどうでもいい。ただ、再婚相手がのりこということが、ただただ面白くて仕方がない。私は顔を真っ青にしているのりこを見て、そろそろのりこの正体を大勢に教えてあげることにした。あー、ごめんごめん。まさかのりことあなたが再婚するなんて驚いちゃって。うん。のりこちゃんのことだから、どうせ会社でも美人でハイスペックって有名だったんだろ？そんな最高の女が、俺と再婚するんだから、そりゃ驚くか。ええ、そうね。のりこは有名だったからね。そう言うとのりこは私を鬼の形相で睨みつけ、余計なこと言わないでよという視線を送ってきた。のりこ、あんた会社を辞める前に既婚者と浮気しているって言ってたけど、その相手が大勢だったとはね。驚きだわ。のりこちゃん、ダメじゃないか。浮気なんて言いふらしちゃ。大勢は離婚前に不倫していたことがバレて一瞬戸惑っていたが、すぐに開き直った。どうせバカな夫のことだ。すでに離婚も成立しているので慰謝料は請求できないと勘違いしているようだ。大勢はのりこのことを溺愛しているようなので、そんなのりこのことをもっと教えてあげることにした。のりこはね、会社の社長とそういう関係だったからか、昇進も早かったしね。ちょっと、いつだっけ？お昼休みにでっかい声で、男なんてみんなお財布にしか見えないって言ってたっけ？体を売ればすぐに釣れるから楽だって。え？結局、上司たちに昇進を条件にとか、お金をくれたらとか言って、やりまくってたわよね。社員たちからはビッチって言われてて、そういう意味で有名だったわよ。嘘だ、人違いだろ。そうそう、でも社長に手を出したのがダメだったんだよね。社長の奥さんに浮気がバレて、多額の慰謝料を請求されちゃってね。結局奥さんの判断で会社もクビになっちゃったんだっけ？やめてよ、嘘ばっかり言わないで。違うのよ、大勢くん、この人は嘘が好きなの。きっと私たちがお似合いで悔しくて、こんなことを言い出すのよ。
のりこは何とか大勢を納得させようと必死だった。じゃあ、これを見ても嘘って言える？そう言いスマホの写真を二人に見せた。そこには泥酔している時ののりこの姿が写っていた。これは会社の忘年会の際に二次会でカラオケに行った時の動画だ。男なんてみんなお財布よ、お財布。お惣菜を買ってきてお皿に盛りさえすれば。料理上手なんて言い出すバカ舌な奴ばっかりだし。ちょっと脱げばすぐに金も払ってくる。これで借金も返せそうでーす。そう言い、マイクを握りしめはしゃぎまくるのりこ。どこが穏やかな性格なのだろうか。のりこちゃん、今まで出してくれたおご飯ってもしかして全部惣菜なの？それに借金って、どういうこと？そう、のりこには多額の借金もあった。既婚者と不倫しまくったせいでできた慰謝料がある。パニック状態の大勢は、のりこにちゃんと説明してくれと問いかけるが、のりこは何も言えなくなり、黙り込んだ。あ、それとのりこ29歳じゃないわよ。私の二つ下だから、38歳。のりこは年齢まで詐称していたのだ。確かに、綺麗な顔つきをしているし、男たちからもらったお金でボトックス注射や整形を繰り返しているから、ある程度は若く見えるが、それにしても29歳は言い過ぎだ。大勢の女の見る目のなさには本当に笑ってしまう。あ、それに、社長令嬢なんかでもないわよ。のりこのお父さんは工場勤務よ。だからあんなにも頑なに家族に会わせてくれなかったのか。嘘ばっかりじゃないか。のりこちゃん、君が言ったことの中に何か一つでも本当のことはあったのか？顔が沸騰したように赤くなりながら、夫はのりこに怒りをぶつけた。ごめんなさい。よくもまあそんなにも嘘を重ねたものだ。その数々の嘘に一つも気づいていない大勢もどうかと思うが。どうせ彼のことだ。若い綺麗とか外見だけで判断し、中身を全く見ていなかったのだろう。彼はそういう人だ。大勢は完璧だと思っていたのりこが、すべて嘘で塗り固められていたと知り、ショックを受けていた。またのりこと大勢は半年前に知り合ったようで、既婚者だけど、最近いいかも見つけたんだよね。と、ペラペラ周りに話していた。聞いたところによると、大勢とは相席屋であったようだ。まあ既婚者のくせに出会いの席に行っている元夫のこともどうかと思うが、のりこもなぜ元夫なんかを相手にしたかというと、元夫はのりこに対して、俺は〇〇という大手企業に勤めていて給料もいい方だよ、なんて伝えていたらしい。それを聞いたのりこは大勢のことをいいかもだと狙いを定めた。左手薬指に指輪がついていて既婚者だと分かっていたが、大勢のお金があれば借金も返せるとでも思ったのだろう。いつの間にか大勢が嫁とは離婚して、のりこと再婚したいと言い始め、今のうちに離婚をしてくれれば、慰謝料も請求されないし、大勢の収入があれば、自分も生活していくことができる。そう思い、大勢との結婚を決めたのだろう。大勢も大切だったはずの娘と別れる決心をしたのも、のりこが若いから、再婚してまた一緒に子供を作ればいいと思ったのだろう。謝るのりこを軽蔑した目で見る大勢は、どんだけ考えても無理だ。ここまで嘘をつかれたら、もう無理だ。そう言い叫び出す。どの口が言っているんだ。嘘をついていたのはのりこだけではない。大勢、あなたも〇〇会社なんかで勤めてないじゃない。給料も多くもらってるって？よく言ったわね。私よりも給料少ないじゃない。それは。動揺を隠せない元夫。大勢の嘘を知ったのりこは大激怒した。はあ？ふざけんなよ。お前が金持ちだと思ったから結婚してやったのによ。とんだ外れくじじゃねえか。ドスの効いた声で大勢に詰め寄り、突き飛ばす。で、表変したのりこを見て、元夫は愕然とし震えた。若くて綺麗で料理上手で、社長令嬢ののりこが好きだった大勢と、金持ちの大勢が好きだったのりこ。すべての嘘が明るみになり、二人の関係は崩壊したようだった。私はこんな最低な男と結婚していたのかと思うと、心底自分が嫌になったが、同時に離婚してよかったと
心の底から思った。嘘つきの二人はとてもお似合いだ。私はこれ以上付き合っていられないと二人に慰謝料を請求することだけ伝えて家に入ろうとする。すでに俺とお前は離婚が成立してるんだから慰謝料なんて請求できないはずだ。とバカなことを言い出した。はぁ、説明するのも面倒だけど、婚姻中に不貞の事実を認知してから3年以内なら慰謝料が請求できるのよ。後で自分で調べたら。それにしても私にこうして会いに来なければ不貞行為をしていたなんて気づかずに済んだかもしれないのに。わざわざご丁寧に教えてくれてありがとうね。するとそれを聞いた二人は顔が真っ赤になる。今後のことは弁護士を通じて話をするから。そう伝え、やっと家の中に入ることができた。その後も人の家の前で大きな声で喧嘩をしていた二人は近所の人たちに迷惑だと通報されたようで署に連行された。その後、私は弁護士の働きによって二人から慰謝料を受け取ることができた。お金のない二人は借金をして一括で支払ってくれたようだ。これであんな最低な二人との関係を切れると思うと心の底から喜んだ。後から同僚に聞いた話によると、大成はのりこと離婚したいと離婚調停を申し出たらしい。その離婚調停費用も借金をして申し立てをしたらしく、今頃大成は借金地獄だろう。大成とのりこは二人揃って借金地獄となり、今頃泥沼裁判中だ。私はというと、可愛い娘のためにも幸せになろうと誓ったのだった。ナレーターの藤宮ひと子です。本当にアホなクズ男でしたね。単純というか、おバカというか。子育てのためにフルタイムから時短に変更したのに、ご飯を作れと要求する夫。食事くらい自分で作れって本当思いますよね。あなたのお母さんじゃないよって。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。すっごくいい結婚式なのに、あの二人がいるところだけは、やっぱり雰囲気が田舎になるな。翔太が言った通り、農家の分際で本当に来た。こんな豪勢な結婚式は、自分たちには場違いって、やっぱりわからなかったみたいね。本当に、田舎の人間は常識が通用しないから困るよ。ねえ、結婚式が終わったら、わかってるわよね。ああ、別に親戚付き合いしなくても、放っておいてもいいよ。よかった。あんな遠くて汚い家は行きたくないし、定期的に電話するのも面倒だから。翔太がそう言ってくれると助かるわ。老後の面倒を見ろって言われたり、お金をたかってきたりとかされたら困るからな。今のうちから距離を取っておかないと。よくそんなひどいこと言えるわね。そんな常識の通じない。ジジババの面倒なんて見れるかよ。エリート街道まっしぐらな兄は、1200人もの規模の結婚式を開いた。そんなめでたい場所でも、兄夫婦は、両親の悪口を言う。両親は、兄夫婦の本性を知らない。そのため、私は両親に、兄夫婦の本性を見せてあげることにした。お父さん、お母さん、いつからそこに？背後に両親がいることに気がついた兄夫婦は、当然焦る。作戦はうまくいったが、本番はここからだ。全員退場、退場！普段は寡黙な父が、いきなり大爆笑し始めて、兄は困惑している。そのため、この父の言葉ですでに、地獄行きが確定したことに、兄はまだ気がついていないようだ。私はのぞみ、27歳。一般企業の人事部の仕事をしている。父と母は田舎の農家だ。私が大学生になり、田舎を出て都会で暮らし始めた頃、生活の違いに驚きの連続だったことは、いい思い出である。決して、田舎の生活を馬鹿にしているわけではない。父の弘樹と母の真由美は優しかったし、
二人とも60過ぎとなったことで、今は畑の規模が小さくはなったが、私が大学を卒業する前まではかなり広い畑を所有していて、仕事を頑張ってくれていた。また田舎ではご近所さんとの距離が近く、人とのつながりが実感できたので、子供の成長にはいい環境だったとも今になって思う。そのため私は不自由な思いをすることはなかった。しかし兄の翔太は私とは考えが違っていたようだ。やっと畑だらけの田舎からおさらばできるわ。兄は5つ年上で、私が中学生の時に大学進学と同時に家を出た。私が家を出る時には名残惜しさを感じたことに対して、兄は一日でも早く家を出たいという印象だった。私は兄が大学に合格した時よりも家から出られると決まった時の方が嬉しそうな顔をしていたことを今でも覚えている。私は田舎って好きだけどな。親父とお袋の田舎衆が染みついたお前にはお似合いだと思うよ。でも俺はお前とは違うんだよ。兄の私を見下す発言には慣れているので、何を言われても何も感じはしない。兄は私と違って非常に優秀で、受かった大学も一流大学だった。それに比べて私の学力は中の下といった程度である。出来のいい上の子が出来の悪い下の子を蔑むのはもはや必然と言っていいだろう。また兄は両親の前ではいい子を演じていた。親父、明日は日曜だし畑仕事を手伝おうよ。そんなことしなくていい。でも畑仕事は大変だろう。うちはパートの人たちがたくさんいるから大丈夫よ。そうか、なら手伝うことがあったらいつでも言ってくれよな。兄の本性を知っている私は、こういうのを世当たり上手というのだろうと学んだ。また兄の本性を知らない両親は、家の外で兄のことをよく自慢していた。俺も母さんも頭の出来は良くないのに、よく翔太みたいな賢い子が生まれたもんだと自分でもそう思うよ。トンビが鷹を産んだってこういうことを言うのかしらね。家では寡黙な父も、息子自慢の時は少しだけ饒舌になる。幼い頃、両親が兄のことを他人に自慢しているのを聞いて、よく鼻で笑ったものだ。私だけが兄の本性を知っていたわけだが、それは両親には伝えなかった。両親はこんな調子なので、兄の裏の顔を教えても信じないだろうと思っていたためだ。また、両親は兄を直接褒めることが少なく、私の出来が悪いからと、ないがしろにされることもなかったので、このままでいいと思っていた。まあ、諦めることが肝心であったり、知らない方が幸せなこともあると、自分でも気がつかないうちに悟ったのだろう。大学生となった兄は、今まで狭い鳥かごに閉じ込められていた鳥が、大空に羽ばたいたかのように自由を満喫していたようだ。兄の SNS には友人たちと楽しそうに遊ぶ写真に混ざって、女性とのツーショット写真もよくアップされていた。その女性は定期的に変わる。もしこれらの女性が恋人なのであれば、3ヶ月くらいのペースで恋人が変わっていることになる。出来のいい兄はよく表になるようで。大学を卒業した兄は銀行に就職。出来のいい頭と子供の頃から磨いている世当たりスキルで、仕事で結果をバンバン出し、いい評価を得てエリート銀行員としての道を突き進んでいる。エリート様は私や両親、田舎とあまり関わりを持ちたくないのか、就職後はほとんど連絡がなくなり、実家にも帰ってこなくなった。のぞみ、あんたにお兄ちゃんから連絡来てない？私のところにも来てないよ。
全然連絡なし、顔も見せないし、どうしてるのかね。電話かけてみた？たまにかけてみるけど、全然出てくれないのよね。きっと仕事が忙しいんだわ。兄からはここ3年ほど連絡がない。最後の連絡も母がかけた電話にたまたま出ただけだ。いくらエリートでどれだけ仕事が忙しかったとしても3年も電話一本する時間がないとは思えない。しかし兄の本性を知らない両親は仕事を頑張っているからと思い込んでいるようだ。私は母からの電話を切ると小さくため息が漏れた。母との電話から数日後、また母から電話がかかってきた。のぞみ、お兄ちゃんから電話があったわよ。こっちからの電話に出るだけでも珍しいのに、何かあったの？お兄ちゃんが結婚するらしいの。え？お兄ちゃんが結婚？あの兄が結婚すると聞いて、私はここ最近で一番大きな声を出してしまった。来月にお嫁さんを連れて結婚の挨拶に来るんだけど、のぞみも帰ってこれる？都合がつけば帰るようにするわ。そう、わかったわ。じゃあ、また連絡ちょうだい。電話を切ると、兄が私を見下していた時の言動が頭に浮かんだ。だが、兄は社会人になってから10年が経ち、もう32歳である。私が思い浮かべている学生時代の頃とは違う。あの頃とは違って、少しは性格が丸くなったということだろうか。何にせよ、結婚はめでたいことである。私は兄に祝いの言葉を伝えるため、実家に帰ることにした。この結婚の挨拶の場で、私は、兄が学生の頃から何も変わっていないどころか、パワーアップして帰ってきたことに驚かされることとなる。結婚の挨拶の日、兄は婚約者を連れて3年ぶりに実家に帰ってきた。前日の夜から帰っていた私は、玄関で母と一緒に兄夫婦を出迎えた。いらっしゃい。遠くて大変だったでしょ？いえ、そんなことありません。のどかで、とてもいいところですね。兄の婚約者である美香さんは、私より一つ年上で、いかにも都会のお姉さんという雰囲気だ。田舎暮らしが染みついた私には、兄嫁の笑顔が光り輝いて見えた。言葉遣いも丁寧だ。しかし、表情はにこやかで、柔らかい口をしているが、私は、どことなく、目の奥は笑っていないような気がした。玄関で簡単な挨拶を済ませると、私と母は、兄夫婦を居間へと案内する。あれ、親父は？今に行くと、そこに父の姿がなかったので、兄は驚いて、母の顔を見た。今、近くの畑にいるの。すぐ呼んでくるから。ミカさん、せっかく来てもらってるのに、ごめんなさいね。いえ、畑仕事にはお休みがありませんもんね。兄夫婦は、ゆっくりと座布団に座り、母は畑に父を呼びに行く。私は、兄夫婦の正面に座り、父が来るまでの話し相手をすることとなった。両親がおらず、私だけとなったことで、兄はいつもの姿に戻る。結婚の挨拶に来るって伝えてあるのに、畑仕事だぜ。なあ、言った通りだろ。田舎では世間の常識が通用しないんだよ。ほんと、聞いてた通りね。お母さんも普段着じゃない。身なりを整えてきた私たちがバカみたい。きっと、親父は土まみれの作業着のまま来るぞ。見ても笑うなよ。さすがにそれはないでしょう。そんなの前もって言われたら逆に笑っちゃうじゃない。お前は田舎を舐めてるよ。絶対土まみれで来るから。
二人には私の姿が見えていないのだろうか。母がいなくなると二人は両親の悪口を言い出した。どうやら兄の性格は相変わらずらしい。しかも結婚相手のミカさんも兄と似たような性格のようだ。兄が二人いるようなものと考えると、私は頭に鈍い痛みか重みのようなものを感じた。また兄は10年経って性格が丸くなるどころか、都会で考え方がさらに悪い方に磨きがかかったようで、パワーアップしていた。以前は私のことを見下しても両親のことまでは見下さなかったのに。私は出来が悪いので見下されてもいいが、自分たちを育ててくれた両親を悪く言うことにはさすがに我慢できなかった。ちょっとお兄ちゃん、お父さんとお母さんのことそんな風に悪く言わないでよ。俺にそういう口が聞けるようになったんだな。子供の頃は俺に何を言われても黙ってることしかできなかったのにな。のぞみさんは中小企業で人事をしてるんでしたっけ。翔太とは随分と差があるんですね。二人には私が見えているようでよかった。私が話しかけたことで悪口の矛先は両親から私に変わる。私を見下す二人は何とも楽しそうである。しばらくすると廊下の方からパタパタと足音が聞こえてきた。すると兄夫婦はスーッと表情が軽い笑顔に戻り、私を見下す言葉もやめ、両親が居間に入ってくることに備えた。すまん、待たせたな。いえ、お仕事の手を止めていただいてありがとうございます。父の作業着姿を見て兄の婚約者は軽い笑顔から少し目が細くなり口角も上がる。何かを察した兄は両親にバレないように婚約者を肘でつく。ごめんなさいね、待たせてしまって。のぞみさんとお話しさせてもらってたので全然大丈夫です。あら、どんな話をしていたの？今日は結婚の挨拶なのに、お父さんとお母さんの苦相がありえないって笑ってたよ。私はさっきの会話を両親に伝えたが、これは兄に対するささやかな抵抗だ。これくらいのことはさらっと切り抜けられてしまうことは知っている。おいおい、そんな言い方をしてないだろ。俺はミカに、親父とお袋は農作業してるからどんな格好できても気にしないでくれって言っただけじゃないか。そう言っておかないとミカが歓迎されてないって勘違いするかもしれないだろ。それと親父とお袋も結婚の挨拶なんだから、もうちょっとだけ気を使ってくれよ。俺が格好悪いだろ。そうか、それもそうだな。ミカさん、配慮が足りなくてごめんなさいね。私たちは田舎暮らしが長くてマイペースに過ごすことに慣れすぎちゃって。いえ、いいんです。普段通りの姿で接してくれる方が私は嬉しいですから。兄は笑いながら両親の悪口を言っていたのに、両親を謝らせる流れを作ってしまった。また兄の婚約者は謝る母をすかさずフォローして、両親からの好印象まで得てしまった。今までもちょいちょい些細な抵抗はしてきたことはあるが、成功した試しはない。今回も私はやはり二人にはかなわないと思って、諦めの境地でお茶をする。しかし兄の手はここで止まらなかった。のぞみ、なんであんな言い方したんだ。あれじゃ親父とお袋が勘違いするだろう。え、ひろきさん、やめて。今日は挨拶に来てるわけだし。そうか、そうだな。きっとのぞみはお兄ちゃんをミカさんに取られると思ってちょっと嫉妬しちゃったのよ、きっと。そうなんですか。のぞみさんって可愛いですね。これでは私が悪者で、兄たちはそれを許した優しい人である。圧倒的な敗北感に
私は喉が渇いていないのにお茶を飲み干す。悪者っぽくなってしまった私は何も言えなくなり、それからは兄夫婦と両親だけで会話が進んでいった。早く時間が流れないかとチラチラと壁にかかっている時計を見ていると、兄は私にあるお願い事をしてきた。あ、そうだ。のぞみに頼みたいことがあったんだ。何？私はご機嫌斜めの子供のように冷たく返事をする。しかし、兄は動揺することなく話を続けた。結婚式はできるだけ多くの人に参列してもらって盛大にやろうと思ってるんだ。でも会場が遠かったりとか子供がいたりとかの都合で来れない人もいるだろう。だから結婚式をオンラインでもしようと思うんだ。それで？お前は人事で仕事してるから就活生とオンライン面接もするだろう。俺らが対応するよりものぞみがいろいろやってくれた方がスムーズだと思うんだ。それで私に結婚式のオンラインの対応をしろってことね。なんだ、そのオンラインってのは。オンライン結婚式を知らない両親は頭の上にハテナマークの文字が浮かんでいる。両親はパソコンも触らないのでわからないのは仕方がないと思う。お兄ちゃんたちの結婚式をパソコンで見られるようにするの。そうすれば式場に来れない人たちが全国どこにいてもお兄ちゃんたちの結婚式を見られるでしょ。ビデオとは違うのか？録画じゃなくてリアルタイムで映像が流れるから野球中継みたいな感じよ。いいじゃない、全国に翔太の結婚式が流れるわけね。結婚式の映像は全国誰でも見られるわけではないが、両親はオンライン結婚式のことを大体理解できたようだ。多くの人に自慢の息子の晴れ姿が見せられると思った両親はかなり乗り気である。お願いできないかしら、私たちは他の準備があるし。代わりにご祝儀はなくてもいいからな、頼むよ。兄夫婦は私に頭を下げた。正直この兄夫婦の結婚式の手伝いなんてしたくはない。しかし両親の服の件で私は悪者になっている。また目の前では兄夫婦が頭を下げ、両親はやってあげなさいと表情で私に訴えかけている。ここで断れば私はますます悪者だ。わかった。でも盛大にしたいって言うけど式に来れない人が多いなら一人一人に連絡してオンラインの設定をしてもらうのは大変だと思うわよ。就活生の若い子でも接続ができなくて困ることがあるのに。何かいい方法はないのか？一人一人に接続してもらうのは大変だから飲食可能なレンタル会議室みたいなところを借りてパブリックビューイングみたいにしてしまうっていうのはどう？ちょっと条件の合うところを探すには骨が折れそうだけど、レンタル会議室ならテレビ会議の設備もあるし、安いとこなら1日借りても2万もしないし。よし、それで行こう。さすが人事部だ、頼りになるな。じゃあ式に来れない人がどの辺の地域にいるとか担当のウェディングプランナーの人の連絡先とか教えといて、あとは私の方で進めておくから。兄は私の提案に即断即決した。さすが兄はエリートである。こうして、不本意ながら私は、兄の結婚式の手伝いをすることになってしまった。オンライン結婚式側の会場で用意する食事だけど、グレードを下げなくてもいい？参加者がガンガン増えてるんだけど。さすが俺だな。どこからでも俺の結婚式が見られるってなったら、これだ。将来が期待されてる人間は違うよな。グレードは下げないぞ。盛大にやりたいって言ったろ。じゃあ会場が10個にまで増えてるけど、このままでいいのね？ああ、どうせなら来るものを拒まるずで派手に行こう。その方が盛り上がるだろう。それにそれだけ参加者が多いってことはご祝儀も期待できるんだから、ある程度は式の費用の回収はできるだろう。
兄とは電話でよく結婚式の打ち合わせをするようになった。兄はエリート銀行員で収入があり、参加者が大量に増えて、ご祝儀を期待していて、結婚でテンションも上がっている。また、結婚式は料理や備品を一品変えたりするだけで、簡単に数万、数十万と費用が上がって、大きなお金が動く。そのため、金銭感覚がおかしくなり、兄はいつしか予算を度外視するようになってしまった。身内として注意をしてもいいところだが、兄がいいと言うのだから、私は放っておくことにした。兄の結婚式が間もなくの時期となった頃、私は式場に行き、兄たちの家でパソコンをつないでもらうって、結婚式がどんな風に映るのか確認してもらった。どう？こんな感じで正面と全体と、あとはサブカメラが3台もあるわ。マイクはお兄ちゃんたちの席と視界回り、あとは会場に点々とって感じかな。参加者の人たちにもマイクがある場所がわかるように、マイクにはわかりやすく札をつけとくわ。マイク周りでは恥ずかしい話はしないでね。まあ、結婚式だからマイク関係なしに言葉には気をつけるべきだとは思うけど、あとカメラの位置もわかるようにしておくわね。いいじゃないか。まるで芸能人の結婚式みたいだな。会場は300人キャパでオンラインまであるから余裕で芸能人レベルよ。まあ俺の結婚式なんだからこれくらいの規模じゃないとな。望みは俺に感謝しろよ。田舎衆のするお前じゃこんな華やかな結婚式に関わる機会なんてなかっただろうからな。はいはい、そうですね。それから今はお兄ちゃんと会話できてるけど、当日は参加者側の声はお兄ちゃんには聞こえないからね。代わりにコメントが残せるようになってるから、式が終わったら確認してね。じゃあ、ちょっとこっちで機材担当の人と話してくるから、そのまま待ってて。私はいつもの兄の見下し発言にストレスを感じながらカメラの前から離れる。どうして休日の時間を潰してまで兄のためにこんなことをしなくてはいけないのか。私が不満を感じて、ふんと鼻で息を鳴らすと、つけっぱなしにしていたイヤホンから、兄夫婦の会話が聞こえてきた。せっかくこんな立派な結婚式なのに、翔太の両親が雰囲気をぶち壊したりしないでしょうね。どうかな？まさか、結婚式に出席できたりしないわよね。さすがにない。とは言い切れないか。ちゃんと言っておくよ。あとは、式の時の態度だな。そうよね。料理を汚い食べ方したり、他の参加者に無神経なこと言ったりしないか、本当に心配だ。式の当日に、二人とも、事故にでも会ってくれないかな。そんで俺たちが、それを知るのは三日後くらい。そんなことになればいいのに。そもそも、こんな豪華な式に、お父さんとお母さんは、田舎農家の分際で、本気で来る気かしら。私なら場違いすぎて、どっかのオンライン会場から参加するわ。田舎農家だから来るんだよ。ど田舎に住んでるから、常識が通じないから。カメラには映っていないが、音声は繋がったままだ。そのことに気がついていない兄夫婦は、また、両親の悪口を言い始めた。私は、両親の悪口を聞いて、怒りが湧き、奥歯を噛みしめる。しかし、次の瞬間、私はあることに気がついた。そのことに気がついた私は、これで兄夫婦に痛い目を見せてやれるかもしれないと思い、今度は不満ではなく、自信に満ち溢れて、鼻をふんと鳴らした。結婚式当日、300人のキャパの会場は、ほぼ埋まっていた。式は華やかで、何よりも美香さんのドレス姿は美しい。内面を知らなければ、きっと心から祝福できたであろう。私は、心のこもっていない拍手を何度もした。式は順調に進み、兄夫婦は参加者のテーブルを回り始める。私は、オンライン結婚式の管理のため、
式場の機材スタッフの近くに自分の席を用意してもらった。身内の結婚式にその扱いはないと思う人もいるだろうが、私はこの方が気が楽だったりする。悪いな、結婚式の時にオンライン管理作業してもらって。まあご祝儀はいらないし、料理は食べられるんだから文句はないだろう。え、そうね、文句はないわ。結局今どのくらいの人がオンラインで参加してるの？会場が10カ所でどこも80人から100人くらいはいます。あとは個人で自宅から接続しているのが20件くらいですね。会場には300人近い人がいるから、俺たちの結婚式には1200人くらいが参加してるってことか。いいねいいね、さすが俺だね。オンライン結婚式には1000人近い人たちが参加した。オンラインで参加している人たちの姿は会場の隅にプロジェクターで映しているが、何十個にも画面分割されているので多くの人がいるのがわかるが、顔は小さすぎて見えない状態だ。参加者1000人超えの結婚式に大満足している。しかし二人には一つだけ不満があるようだ。すっごくいい結婚式なのに、あの二人がいるところだけはやっぱり雰囲気が田舎になるな。両親の席は遠くにあり、この場には私しかいないので、また兄夫婦は両親の悪口を言い始めた。こうやって結婚できるのは両親が育ててくれたおかげだとどうして思えないのだろうか。私は耳を人差し指でトントンと軽く叩く。翔太が言った通り、農家の分際で本当に来た。こんな豪勢な結婚式は自分たちには罰がいいってやっぱりわからなかったみたいね。本当に田舎の人間は常識が通用しないから困るよ。ねえ、結婚式が終わったらわかってるわよね。ああ、別に親戚付き合いしなくても放っておいてもいいよ。よかった、あんな遠くて汚い家には行きたくないし、定期的に電話するのも面倒だから翔太がそう言ってくれると助かるわ。老後の面倒を見ろって言われたり、お金をたかってきたりとかされたら困るからな。今のうちから距離を取っておかないと。よくそんなひどいこと言えるわね。あんな常識の通じないジジババの面倒なんて見れるかよ。また二人には私が見えていないのではないかと私は不安になる。のぞみ、お前はどうせ田舎臭くて俺みたいな完璧人間を捕まえることなんて無理なんだから、一生独身でいろ。結婚はせずに親父とおふくろの面倒を俺の代わりに見ておけ。私の姿が見えているようで安心した。言いたいことはいろいろあるが、ここからは私の出番はなさそうである。お前の世話にはならんから安心しておけ。会場はガヤガヤしているが、聞き慣れた父の声は私と兄にははっきりと聞こえる。背後から父の声がして、兄は光のような速さで振り向いた。また急に兄が振り返ったことで兄嫁も振り返り、そこに両親が立っていたことに気づき、驚いた。お父さん、お母さん、いつからそこに？望みに一生独身でいて、私たちの面倒を見ろって言ったところからよ。母の言葉を聞いて、兄夫婦はアイコンタクトをした。これだけで二人の連携が取れてしまうのだから、夫婦としての相性はすごくいいと思う。ちょっと聞こえ方が悪かったかもしれないけど、これには会話の流れがあったんだ。のぞみが自分は結婚できそうにないって言ったから、それなら割り切って一生独身を貫くことを決意して、親父たちの面倒を俺の代わりに見てくれると助かるって話してたんだ。そうなんですよ、もし変な風に聞こえたならそれは聞き間違いですよ。ほら、ここはこんなにガヤガヤしているし、私は同居でも大歓迎ですよ。兄夫婦は息を吐くように見事な嘘をつく。今までの両親ならこの言葉を信じたことだろう。しかしすでに兄夫婦の嘘は通用しない。
でも、その前には、農家の分際でよく来れたとか、田舎の人間は常識が通用しないとも言ってたわよね。なんだ、もっと前の段階から話は聞いてたんじゃないか。騙したな。人聞きの悪いこと言わないでよ。いつからここにいたって聞かれたから、ここに来たのはついさっきだって、本当のことを答えただけじゃない。なら、どうして私たちの会話が。父は黙って顔を横に向けた。その耳にはワイヤレスのイヤホンがついている。まさか。兄はまた光のような速さで振り向き、今度は私の方を見た。私は勝ち誇った笑みを浮かべながら、目の前にあるオンライン結婚式の情報を管理しているパソコンを、これ、これ、と指さした。そのパソコンで音を拾って、親父たちのイヤホンに飛ばしてたのか。そうよ。だから、さっきの会話は全部筒抜けよ。私が兄との会話の途中で、耳をトントンと軽く叩いたのは、兄との会話で耳が痛くなったからではない。これは、離れたところにいた両親に、イヤホンをつけてくれという合図だった。私の合図で、イヤホンをした両親は、私と兄夫婦の会話をすべて聞いていた。これでは、どんな言い訳も通用しないというわけだ。お父さん、お母さん、変なことさせてごめんね。いいのよ。あの音声を聞いたら、それはね。音声、何のことだ？ああ、こないだオンライン結婚式のテストをしたでしょ？あの時の二人の会話よ。お父さんとお母さんが式の雰囲気をぶち壊すとか、式に来れないように事故に遭えばいいとかって言ってたやつよ。あの会話、録音してたの？そうですよ。正確には後で画質とか画角とかチェックするために映像を録画しておいたんです。私がカメラから離れたら、二人がその会話を始めたから、その会話も動画に残っちゃって。兄は、両親の中では立派な人間であり、私が兄の本性をいくら口で説明しても、信じてはもらえない。そのため、まずはその音声を聞いてもらった。しかし、それでも両親は信じられないといった様子だった。そのため、今回のイヤホン作戦で、実際に目の前で、兄が本性を表すところを見てもらったのだ。今まで、すっかり騙されていたよ。のぞみ、私たちがあんたを傷つけたこともあったでしょ。ごめんなさいね。お父さんとお母さんは悪くないわよ。別に、お兄ちゃんをひいきするようなこともなかったし、お兄ちゃんの嘘と演技がうまかっただけだから。兄は、本性を両親に知られたことで、どんな言い訳も通用しなくなり、初めて言い逃れに失敗して、自分が悪者となった。初めての状況に焦った兄は、次の行動をミスってしまう。俺の嘘と演技に、親父もおくろもずっと喜んできたじゃないか。いい息子だって思えただろ。なら、感謝してほしいもんだな。そうよ、翔太はエリート銀行員なのよ。だから、こうやって1200人もの人たちが、私たちの結婚を祝ってくれてるの。あなたたちはこの式に場違いなの。それなのに、農家の分際で、本当に来た。もう笑っちゃうわ。兄夫婦は、作戦を切り替えてきた。もう言い逃れができないと思って、開き直って、両親に直接悪口を言い出した。おそらく、こうして親子の縁を切り、老後の面倒を見たり、面倒な親戚付き合いをしたりなど、しなくてもいい状況を作りかかったのだと思う。兄夫婦のミスとは、ここで親子の縁を切ろうと判断したことではなく、それを大きな声で口に出してしまったことだ。そうだな。俺らはこの式に場違いだ。普段は寡黙で、口数の少ない父が大声で笑い始めたので、兄は恐怖を感じ、体を少し小さくさせて、兄嫁に身を寄せた。皆さん、
今日は息子のために集まっていただきましたが、私の息子はこんな最低な人間でした。申し訳ありません。後日、改めてちゃんと謝罪させていただきますので、今日のところは、全員退場、退場。父のことまで、プロジェクターに映っていた式の参加者たちが、一斉にその場を離れ出す。会場にいる参加者は、私たちの会話が聞こえていないので、急にオンライン参加者たちがいなくなっていくことに、ガヤガヤという雑音は大きくなった。え？何？どういうこと？どうして参加者が帰っていくんだ？会場にいる参加者と同様、状況が理解できない兄夫婦も混乱して、あたふたしている。そんな二人を無視して、父はその場を離れて会場の出入り口へと向かい、母もそれについていく。会場から出る途中で、父は何があったのか知り合いに尋ねられたようで、少し足を止めて誰かと話し始めた。しかし、数分ほどして会話が終わると、両親は再び歩き出し、会場を出て行った。話を聞いた人が別の人に話し、その別の人はまた別の人に話し、どんどん会場でも何が起こったのか伝わっていく。そして、事情を知った参加者は、次々と会場を出て行った。おい、どういうことだ？お前、知ってるんだろ？教えろ！私は前に説明したわよね。会場には点々とマイクが設置されてるって。そのマイクは、ハンドマイクやピンマイクとは限らないでしょ？まさか。ええ、マイクの数の節約で、この辺りの会話は、このオンライン結婚式を管理している、このパソコンのマイクを使ってたの。マイクとしての精度は全然良くないけど、ここは機材類がある場所で、身内は私しかいないし、他の参加者が来るような場所でもない。だから、いいマイクを準備する必要はないし、マイクの位置を知らせる札もいらないって思ったのよ。それって、私たちの会話が、オンラインで参加してた人たちに、丸聞こえだったってこと？私、言いましたよね。結婚式では恥ずかしい会話は控えるようにって。それから、お父さんの一声でみんな出て行ったから、もうわかってると思うけど、この結婚式に、1200人も参加したのは、お兄ちゃんがエリートだからじゃないわよ。お父さんが暴走して、人を集めちゃった結果なの。は？父は、オンライン結婚式の話を聞いたとき、多くの人に自慢の息子の晴れ姿を見せられると思った。そのため、よくオンライン結婚式の仕組みを理解する前に、知り合いに宣伝しまくったのだ。今は規模を小さくしているが、父は田舎でかなり大きな農家だった。それも昔からずっと同じ土地で農家をしてきた。そのため役所や団体や企業など父の顔はかなり広く、なんなら地域でそこそこの権力まで持っている。そんな父が嬉しそうに息子の結婚式を見てやってほしいと言ったもんだから、関係者は付き合いとして兄の結婚式に参加しなくてはいけなくなってしまったのだ。その父が今度は退場と言ったので、関係者たちはまた父の言葉に従ってオンラインから離脱したのである。会場にいた300人の参加者の中にも、父の息子だからと参加していた人が多かったようで、状況を知って出ていく人も多かった。兄も結婚でテンションが上がりすぎていて、どんどん増える参加者に来るもの拒まずの対応をしてしまった。エリート街道まっしぐらで、今までモテまくってきたため、気軽に参加できるオンラインなら、関係性の薄い人まで加えて、1000人くらいの人くらい、集まると本気で思っていたようだ。しかし、兄を本気で祝いに来た人はほとんどおらず、会場からも、オンラインからも、ぞろぞろと、人は減っていく。みんな、どこに行くんだよ！今日は俺の結婚式なんだぞ！どうして、みんな、私たちを祝いに来てくれたんじゃないの？兄は帰っていく人を止める気力は起こらず、膝から崩れ落ちてしまった。また、兄嫁は声は上げないものの、立ち尽くしたまま、涙を流しっぱなしになっている。最終的に会場に残ってくれた参加者は40人。
オンライン上には4人だけだった。これが父の力を差し引いた兄の結婚式の参加者の数である。この人数ならもうオンラインの方を管理する必要はないわね。私も帰るわ。ごちそうさま。まだ式の途中だが、私も帰ることにしよう。私は式場を出ると、ご飯は食べたのにお腹が膨れていない気がした。食べ慣れていない豪華な食事でよくあることだ。そのため、帰りに牛丼とお味噌汁をテイクアウトして帰ることにした。兄は結婚式を盛大にしすぎた結果、その費用は1500万円となった。オンライン結婚式の方は料理や引き出物などを簡素にしたため、それほど費用はかからなかった。しかし300人の規模で会場を準備し、オンライン参加ではあるが1000人を超える規模の式となったので、削れるところを削っても最終的に費用はそこそこに膨らんだ。兄は1000人を超える人たちからのご祝儀を期待していて、1500万円のうち自己負担が500万円くらいになればいいと考えていたようである。結婚式の自己負担で500万円は立派だと思う。しかし兄が支払うのは500万円どころではなかった。父が兄に怒って帰ったことでご祝儀は集まらなかったのだ。そのため式の費用である1500万円をほぼそのままの額で支払うこととなった。いくらエリートでも32歳で1500万円を支払うのは辛い。兄嫁はエリートの収入を当てにして仕事を辞めたのだが、式が終わるとすぐに仕事を探し始めたらしい。兄も頑張って仕事を続けないといけないのだが、逆に仕事を辞めてしまった。結婚式の時に会場に残ってくれた40人とオンライン上に残ってくれた4人の中には職場の人たちが含まれていたようだ。そのため結婚式で起こったことは職場ですぐに広まった。あんな醜態を見られて仕事を続けられるわけもなく、兄はエリート街道まっしぐらだった銀行を辞めてしまった。すぐに仕事を探したが、実績がリセットされたことでエリート街道からは外れて一般街道を走っているらしい。そのため収入も激減した中、盛大な結婚式の費用を支払うために必死に働き続けているそうだ。これは自分がエリートだと慢心し、両親に対する感謝のかけらもないまま結婚しようとした報いである。1500万円の支払いを終えたら、ちゃんと慢心せずに両親にも感謝の気持ちを持ち、正しい心を持って生活してほしいと思う。父は結婚式の後、関係者たちに謝って回った。息子のせいで父も関係者も嫌な思いをしたと思ったが、実はそうでもないらしい。父はいつも寡黙で周りからは怖い印象を持たれていた。しかし今回のことで父も大声で笑ったり失敗して謝ることがあるのだと周囲から好印象を得たらしい。それがきっかけかはわからないが、兄の結婚式以降父はよく人と話すようになり、笑うようにもなった。私はいつもの生活に戻るだけで、特に大きな変わりはない。しかし、これからは兄に見下されることがなくなったと思うと、それは、ちょっと嬉しいことである。どうも、ナレーターの葉月です。何ですかね、周りが見えなくなっちゃうっていうのはね、まあ、天狗だとありがちなことなので、私も覚えがあります。まあ、それをね、バネにしていければと思います。皆さんはどう思われましたでしょうか？よろしければコメントで教えてください。また高評価、チャンネル登録していただけますと励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。